生命のキセフィロとカバラ、カバラーとはユダヤ教の伝統に基づいた創造論、終末論、メシア論を伴う神秘主義思想である。ユダヤのラビたちによるキリスト教でいうところの神知学であり、中世後期、ルネサンスのキリスト教神学者に強い影響を及ぼした。独特の宇宙観を持っていることから、しばしば仏教の神秘思想である密教との類似性を、 指摘されることがある。カバラは、ヘブライ語の動式、ベール、受け入れる、伝承するの名詞型で、受け入れ、伝承を意味する。カバラが登場する以前のゲオニーム時代には、単にクデン立法を指す言葉として用いられた。従って、その後ユダヤ教神秘主義を指す故障となった際にも、個人が独自に体得した神秘思想というよりは、神から伝授された知恵。 あるいは死が弟子に伝承した神秘という意味で用いられることになる。カバラはユダヤ教の伝統に忠実な側面を持とうとしたという点において他の宗教の神秘主義とは異なる。本来のカバラはユダヤ教の立法を遵守すること、あるいは神から立法の真意を学ぶことを目的とした。したがって、正統的なユダヤ教との神話性を持っていた時期もあったため、 必ずしも、卑怯的な神秘思想とは言えない。しかし、キリスト教の神秘化に取り入れられるようになると、ユダヤ教の伝統からは乖離した極めて個人的な、神秘体験の追求の手段として用いられることになる。伝説では、アブラハムがメルキゼデクから伝授された展開の、秘密だとも、モーセが律法に記しきれなかった部分を口伝として後世に伝えたものだともいう。しかし、 3世紀から6世紀頃に始まり、16世紀頃に、ほぼ現在の体系が完成したとされる。カバラは、ユダヤカバラとヒユダヤカバラに対別され、ヒユダヤカバラは、クリスチャンカバラとヘルメティックカバラに分かれる。ユダヤカバラが正当かつ本来のカバラである。カバラは、ユダヤ教の密教的教義であり、ユダヤ教徒による、旧約聖書の非義的解釈に用いられているとして、 聖伝のあくまで一部であり、通常古伝のトーラーと合わせて聖伝である、トーラーとされる。仏教における謙教と密教の関係に近く、ユダヤ教イコール謙教、カバライコール密教である。クリスチャンカバラは、文字通り、キリスト教との観点から解釈されたカバラであり、キリスト教神秘主義との関連性もある。ヘルメティックカバラは、魔術カバラとも称されており、 中世以降のオカルティストや神秘主義派による悲劇的解釈から研究され、受け継がれていったものである。魔術カバラは19世紀に特に重視されるようになり、近代西洋魔術の中で重要な位置を占めた。近代西洋魔術では、生命の木の象徴図表が、競技の根幹に据えられていることが多い。カバラでは、世界の創造を、神、アイン祖父からの生成の10段階にわたる、 流出の過程と考え、その生成の最終的な形がこの物質世界であると解釈をする。この過程は10個の9と22本の小径から構成される生命の木と呼ばれる象徴図で示され、その部分部分に神の属性が反映されている。したがってカバラは一神教でありながら多神教や半神論に近い世界観を持つ。 別の解釈ではこの世界を一冊の書物とみなす。すべてが書き込まれている、この書を解読することはこの世界のすべてを理解することである。そしてその書はヘブライ文字の22文字で書かれており、それぞれの文字が宇宙の原理となる要素を象徴しているという。それゆえ、そのヘブライ文字のアルファベットを解読することが重要な鍵となる。また、 聖書無ビル主義から一見矛盾している旧約聖書の記述を神秘主義的解釈を用いて影響を受け読み解く。一例として創世紀冒頭の天気創造には人間創造の場面が2回出てくる。文献学的にはこれは別系統の神話を一つの書物に統合したために生じた矛盾と考えられているが、カバラでは実際に人間創造が2回行われたと解釈する。 ユダヤ教では一般的な宗教に見られる死後の世界というものは存在しない。カバラでは魂は個体の記憶の集合体であり、唯一神はすべての生命に内在し、唯一神は永遠の魂である。個体が善悪を分かち、おののの記憶は神へ帰っていく。神はただ記憶を収集し、善悪を分かたない。神では 善の記憶が再創造の素材になり、悪の記憶がなくなる。カバラでは次のような偶話がある。毎年食材の日では、すべての生命は、死んで、生き返り、悪もなくなる。あるいは、毎年、ツノブエフキの祭りから、食材の日までの間に、すべての生命は、死んで、記憶が神へ帰った。食材の日から、光の祭りまでの間に神は、 再創造し、禅の記憶が全ての生命へ帰った。死亡はただ食材の日と同じである。また、聖書を神秘主義的に解釈する際、ゲマトリアやノダリコン、テムラーと呼ばれる一種の暗号解読法を用いる場合がある。これらが後に世俗化し、数比学、数比術と呼ばれる運命解読の方法となった。ありがとうございます。